争い玉。ラリー全然切れないね。なんかちょっとペースがゆっくりになったような。守りを固めたな。強打のない羽先にとってやりにくくなるかもな。誘い玉に私が手を出せなくなってから羽先さんのラリーに集中力がなくなってきてる。攻守切り替えのチャンス。ここで一気に主導権を。よし、ナイスカウンコちゃん。いけますわ。セリガヤさん、すごく考えながらプレイしてる。自分のパターンに何とか引き込もうとしてるみたいな。多分そうだろうな。羽崎とセリガヤは両極にいる。セリガヤのような選手がどういう努力をしてきたか、俺もそっち側だったからよくわかる。努力の力を甘く見たらいけない。